こんにちは。今日なんですけれども、このステップワゴンですね、新しくリリースされております、こちらの EHEV なんですが、こちらの方で今回 MDR の TRO1 取り付けの方なんですが、今回、初登場となります、吉丸工房さん。よろしくお願いします。お願いをさせていただきまして、今回はですね、この機能に関しては、もう散々ですね、ご紹介させていただいてるんで、取り付けですね、ご紹介をさせていただきたいなと思います。で、まず、吉丸さん、ドライブレコーダーの取り付けの業者さんっていう感じですかね。はい。ここ実際に、まあ、やられているということで、主に、テスラですか？そうですね。今人気なのはテスラなんですけど、うん、基本的にもともと大きな海洋品店の、まあ、デジタル担当をやってたので、はい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 、ドラレコでもデジタルインナーミラーでも、なるほど、テレビキャンセルでも、うんうん、何でもできるようになります。で、実際あれですよね。例えばその PRO1 の競合機種とかだと、アルパイン。はい、まあ、先ほどちょっとお話しされてましたけれども、まあ、アルパインの方が逆に、その、物もいいけども、取り付けも含めて、そのセットで、なんか販売されてて、それが物が大体なんで15万ぐらいのものなんでしたっけ？そう。なんか、アルパインスタイルさんとか、うんうんうん、まあ、そういう、まあ、オートバックスもそうですけど、うんうんうん、トミのところだと、まあ、どうしても、物代も定価で売るし。なるほどね。で、やっぱりこのマックスイングメリットって、やっぱりまあ価格、まあ PRO1 に関してはまあ8万8000円。で、まあ工賃ですよね。まあ、プラスアルファでかかるんだけれども、でもアルパインとやっぱ比較すると、やっぱり明らかに PRO1 の方が、まあもちろんその機能性の高い部分もあるし、はい、で価格設定っていう意味でおいても、アルパインと比べるとかなり安く抑えられる。そうですね。コスパはいい形になってるかなと思います。なるほどね。一応弊社はアルパインも、なるほど、付けたことがあるんですけど、ちょっと使い分けをさせてもらって、うん、なるほどですね。アルパインはどちらかというと、録画も 100% したい人をお勧めしてます。うん、はいはい、で、マックスにも当然録画機能がついてますし、はい、全然問題ないと思ってるんですけど、はい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 、まあやっぱりそこのブランド力っていうのも差があるんで、なるほど。マックスイン自体はデジタルミラーを優先したい人、うんうん、僕もいろんなデジタルインナーミラーつけさせてもらってきてますけど、いろんな車に、はいはい、プロワンが、うん、多分国内で一番今いいものだと思います。なるほどね。純正よりも全然いい。なるほどなるほど。まあ、そういう意味ではそうですね、デジタルインナーミラー、高性能なデジタルインナーミラー欲しいよって方は、うん、プロワン選ばれますし、うん、多分こういうデジタルインナーミラーを選ぶと、うん、10万超えるコースになってくるものに対して、うん、まあ、8万クラスだともう全然、なるほどね、コスト的にも優秀。はいはいはい、わかりました。で、ちょっとお聞きしたところで言うと、なんかセットプランを一応なんか今考えてる。まあ、要するに例えば、うちのマックスインのそのダイレクト販売で、まあ、製品を買って、で、それを、今度買ったのはいいんだけども、自分で取り付けるのがよくわからんと。はい。いう場合に、吉丸工房さんが今非常に、まあ、安い価格設定で、取り付けの方を、ま、行っているということで、ちょっと、ま、宣伝になるかもしれないんですけれども、紹介いただければと思うんですが。はい、そうですね。なんで、ぜひ、ダイレクト販売さんの方で、こちらの動画の多分概要欄とかに貼っていただけるのかな。はい。まあ、まず手始めにステップワゴンこれ、今日ご紹介するので、はい。まあ、今お安いっていう話もあったんですけど、うん、まあ、単純に比べると、そこら辺の町工場と比べたら安いかどうかは微妙なところかもしれないんですが、はい。まあ、やっぱりですね、僕も何百台、まあ何千台かなって、うん、デジタルミラーをつけてきてるんで、今日もちょっとこだわり話させてもらえればなと思うんですけど、はい、そうですね。まあやっぱり汎用の製品って、車種専用、ディーラーオプションとかと違って、ただつければいいものではないので、うん、まあそこら辺のこだわりを持った上での取り付けでは、コストパフォーマンスに弊社は優れているのかなと思っております。はい、なるほど。まあちょっと最後なんですけど、まあ8万8千円で、で、工賃入れると、大体目安として、金額としては、はい。いくらぐらいの、はい、8万8000円で、工賃はまず前後のカメラ、まあデジタルインナーミラーなんでもいいですけど、の取り付けで、1万2000円いただいてます。なるほど。あと根元交換が、まあステップワゴンの場合だと3000円いただいてます。うんうんうん、あと、まあ、フロアに関しては、まあ002円もそうなんですけど、うんうん、常時電源が必要なものに関しては、常時電源取得するのに3500円いただいてますので、でも合わせて1万8000円。500円か。安いっすね。になりますので。なるほど、なるほど。ちょっとごめんなさい。10万は切れなかったんだけど。いえいえいえ。10万5000円いかないぐらい。ああ、だからあれですよね。11万いかないぐらい。アルパインが15万ぐらいなんですよね。そうらしいですね。でも、PR1 だったら、まあ、価格、トータルの価格として、まあ、だって10万円ちょっとぐらいの金額で。
ね、吉丸工房さんの場合だったら、はい、取り付けができるってことですね。はい。わかりました。多分 002A、うん、MDR の 002A とかだと、うんうん、もう全然10万円切ってきます、ね。ああ、そうですよね。001A だと、今、4万円ぐらいじゃないですか、大体。だから5万円台でも全然ご用意できます。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。わ、うん、かりました。なので、まあ、今、ここ、西東京なんですよね。はい、だからまあ関東圏、まあ東京、そうですね、まあ南関東がメインですか、はい、大体。まあそうですよね。最近テスラのせいで九州とかからも、うん、九州なんとも偉いんですけど、そうですね。あとは、お金をいただければ出張できるんで、はい、横浜だったり千葉とかだと、はい、結構まとめて案件をいただくと、はい、まあ出張費も安くなるんで、なるほど。まあ、あんまないかもしれないですけど、うんうんうん、近所さんとかでまとめてもらえると、うんうん、まあ、わかりました。で、お金もらえれば単体での出張も行きます。はい、わかりました。まあ、なのでですね、まあ、関東圏ですね。まあ、主にね、はい、やはり、マークスインの製品が欲しいんだけれども、取り付け、ちょっとなんとかなんないかなっていうふうに考えてらっしゃる方は、ぜひですね、吉丸工房さんにご相談いただければと思います。はい、概要欄の方に貼っておりますので、はい、ぜひ、そちらの方を確認していただければと思います。じゃあ、それでは、取り付けですね、実際に行っていただいたので、はい、吉丸さんにですね、解説をしていただきたいなと思います。はい、それではですね、こちらがですね、PR-01、吉丸さんの、に取り付けをですね、依頼して、お願いをね、させていただいて、取り付けの方を行っております。で、吉丸さんは結構あれですよね、取り付け、通常の取り付けもちろんするんだけども、まあ、その車の車種に合わせて、はい、まあ、もちろんちょっとイレギュラーな車もあったりとか、なかなかそのままだと取り付けができないような車でも対応されているということなので、はい、結構やっぱりこだわりを持って取り付けをされているということで、ね、まあ、今回の、まあ、その取り付けの、なんていうのかな、このポイントですかね、そこをちょっとご紹介していただければと思うんですけれども。はい、まあ、今回のオーナーさんはですね、純正の時点で、はい、納車の時点で前後のドラレコがついてたので、はい、まあ、なるべく、目立たずに、高性能なデジタルミラーをつけたいということで、はい、ご依頼をいただいてます。で、僕がプロマンをお客様にお勧めさせていただいた理由っていうのが、はい、まあ、もう一つなんですけど、これですね、ワンタッチで消えることで、なぜこの機能がなぜこの機能をしたかっていうと、まあ、このお客様に限らず、はい、ミニバンに乗ってる方々っていうのは、はい、どうしても車内を見る必要がある時があるんですよ。なんでかっていうと、だいたい家族連れなんで、わかるんですけど、そう、お子様がいたりするときに、なんか静かになったときとか何かしてるかなっていうときに、まあ、こうやってやると、すぐに車内を確認できます。なるほどですね。だからデジタルインナーミラーのいいところって、後ろを鮮明に確認できるところではあるんですけど、その一方で車内は全く見えなくなってしまうっていう問題があるので、なるほど、なるほど。はい、それを唯一解決、ボタン押せばオフになるとかいっぱいあるじゃないですか。いろんな製品あるんですけど、それを唯一ワンタッチでできるのがプロワンなので、僕はプロワンをお勧めさせていただいてます。なるほどですね。わかりました。で、今回こちらなんですけど、よくね、僕も問い合わせもらうんですけれど、ステップワゴンの場合ですと、この、取り付けのアームですよね。このブラケット、はい、これ標準のままでいいのどうなのっていうのをよく聞かれるんですけれども、まあ、実際こう取り付けした、視点で言うとどうでしょうかね。ダメですね。ダメだと。ダメですね。頑張ってもダメじゃないから、うんうん、頑張ればいけんのかな、うん。はい。で、もう一つ、これ今、わざと僕ここ配線ほぐしてるんですけど、はい、この部分のスペースが非常に少ないです。なるほど、なるほど。で、ステップワゴンに 001A をつけたこともあるんですけど、はい、001A だとやっぱりどっかを削んないとダメなので、ちょっとそこだけ、プロワンだったら簡単につくんですけど、はい、MDR 系の配線が太いやつ、まとまってるんじゃなくて、ただ配線が太いやつに関しては、はい、ちょっとそこら辺が加工が必要になってくるかもしれないです。なるほど。このプロワンですとね、デジタル信号方式を取ってるから、この配線自体がね、細いんですよね。そうですね。ここがね。電源線も少ないので。そうですよね。そうですね。で、アナログ信号になっちゃうと、どうしてもこの配線が太くなっちゃうから、やっぱここの、枠の、このあれですよね、溝のところですよね。そうですね。ここに収まりきらないってことですよね。そうですね。ここの隙間がだいたい、まあ、5ミリ。うんうん、3ミリから5ミリぐらいしかないので、はい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 、まあそんなところになるかなと思います。なるほどですね。あとは運転席側にちょっと配線出るのが嫌なんで、はい、プロワン自体はこっちから配線出てるんですけど、はい、カメラの配線は助手席側に関してます。ああ、なるほどね。もうかなりあれですよね、綺麗に、もう純正とこう変わらないようなクオリティを持っていて、
で、まあ最近私もそうですし、まあ吉村さんもですね、もう毎回毎回毎日のようにこのドライブレコーダー取り付けをされていて、やっぱり今一番もう売れ筋な商品って、やっぱりこの純正風ミラーですよね。そうですね。まあやっぱりシンプルになるのと、まあどうしてもゴムバンドタイプだとゴムの劣化がしてくるので、はいはいはい。まあそれがないっていうのが一番のメリットになるかなと。フロントカメラですね。フロントカメラは、目立たないように今こんな形で、普段ですともうちょっと下に折れるんですけど、こうぶった切って、はい、取り付けてますっていうのが、既存のドラレコに映り込んでしまうので、はいはいはい、映り込まないような位置でかつ、まあ、見てもらうと分かるようにフロントのカメラが映って、うんうんはい、ワイパーのギリギリ範囲内、ここはちょっと範囲内に入るんですけど、はい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 、範囲内に通るようにしてます。基本的にメインはこっちのユピテルで撮ってもらって、はい、プロワンのフロントカメラはサブ的な意味合いを僕は満たしてますので、まあ、なるべくね、目立たないを優先してます。で、質感も似てるんで、もう多分これ純正って言ってもわかんないんじゃないかな。純正のレインセンサーと変わんないような、そうですね。ついてるかなと思っております。なるほど。で、まあ、せっかく雲流れてるんで見てもらえればと思うんですけど、ただ、僕も動画でトヨタと、トヨタの純正とプロワン比較したことがあるんですけど、はい、画質においてはプロワンの方が、全然綺麗です。そうですよね。まあ、それが多分その性能を担保するためにメーカー製はアルパインさんとも話したことがあって言ってたんですけど、はい、まあ多少その画質を落として耐久性を上げてるって言うんですけど、はい、まあ、僕は言い訳だと思ってるんで。なるほどね。これだけあって今のところ出てからもう1年ぐらいかな。そうですね。1年ぐらい、まだ1年弱ぐらいですかね。そうですね。去年の年の末ぐらいに付き始めたので、はいはい、1年弱で一応一件も壊れたっていう話聞いてないので。そうですよね。まあ、あんまり言っちゃダメかもしれないですけど、002A は凍ることがあって。そう、002A はね、結構バグが多かったりするんですけど。ハードウェアで直ったんで全然いいんですけど。そういう意味ではこれは物理的にも電気的にも壊れないので。壊れないですね。めちゃくちゃいいと思います。そうですね。むしろ Amazon の評価はなんで低いのかはよくわかんないんですけど、まあ多分慣れてない人たちにとっては今おっしゃった通りで、はいはい、画角が広いんで、はい、どうしてもそれが近く見えるのがストレスに感じる人はいるかなと。なるほど。わかりました。はい。じゃあ、続きましてですね、後ろですね。やっぱ後ろはすごい気になると思いますので、ご紹介していきたいと思います。はい。それでは今、リアなんですけれども、非常に綺麗に、これも結構ね、こだわって取り付けをされたということで、ご紹介いただければと思うんですけれども。はい。はい、まあ、カメラ2つつくのかって本人たちは悩んでたので、まあ、この位置につけてるんですけど、はい、プロワンの最大の特徴は上の部分に引き込めるところになってます。はいはい、なので、今回は配線を一切見せないようにですね、うんうんうん、取り付けさせていただいてるので、はい、まあ、本当はカバーがあると思うちょっと純正っぽいのかもしれないんですけど、もう純正みたく、ただここに何かユニットが貼り付いてますよっていうような形で取り付けさせていただいてます。だから普通だとね、こうやって純正みたいにビューンって配線が見えちゃうんですけど、こういうの一切なしで、だからこれがなければ本当にここに最初からついてたんじゃないかっていうぐらい綺麗に付けさせて、そうですよね。ちょうどど真ん中でね。はい、そうですね。前から後ろにこう配線を引いてくる時のリアカメラのケーブルって。はい、長さ的には十分だったですかね。ギリギリでした。ギリギリ。どこから今回通されたんですかね。今回は横を通して、まあ、ディーラーさんのドラレコが通ってるんで、それと同じルートです。はい、足元の横をグワーッと通してます。はい、そうなんですね。なんで本当はね、天井側を通せばいいんでしょうけど、はいはい、ちょっとどうしてもこの部分とか、ステップワゴンのは僕みんなそうなんですけど、はい、このタイプの窓枠のやつって、引っ張っちゃうとコードが出てくる傾向があるので。そうですよね。そうですね。あと、はいはい、もし素人の人がいるんだったら気をつけてほしいのが、サイドエアバッグに絡まってると、はい、開いた衝撃で、ええ、てかコードが絡まってるせいでちゃんとエアバッグが開かなくて暴発するっていう、ありますトラブルが起こるので、そうですね、まあ、そういうリスクを減らすためにも今回は下側としてます、うん、下側なんですね。全く見えないようにね、処理されてますよね。そうですね、ここもうあれですか、ここの裏ですか、ちょうど、いや、ええ、内張り全部外し て, して純正の配線がここ通ってるんですけど、ええ、そこに合わせて取ってつけていってます。全部内張りを剥がしてって感じなんですね。なるほどね。で、まああと、まあせっかくなんでこだわりっていう意味で言うと、はい、プロワンに関しては、まあ先ほど言わせていただいた通りで性能がいいので、はい、基本的にケーブルを純正配線にがっつり固定して、はい、イオンが出ないようにして問題ないと思ってます。はいはいはい、で、まあ逆に安いAmazonとかで売ってるような1万円台ぐらいのドラレコとかだと、うん、はい、僕もエアバッグにぶつからないように横を通しますっていうのの理由がリアカメラのケーブルのトラブルが結構出るからです。そういう時にやっぱり簡単に外せて簡単に付け直せるっていうことが、はい、まあ、一つ求められるドラレコに関しては上を通します。そうなんですね。でプロワンみたいなもう、うんうん、性能が担保されているもので、かつ、まあそういう
のね、あの、もの自体も安くはないので、はい、そのお客様に関しては、まあ、それに応えられるように、なるべく純正と同じ経路で、はい、あのケーブルにストレスをかけずに、はい、またイオンの発生の可能性も抑えるというような形をやらせていただいて。そうなんですね。なるほど、なるほど。かなりね、すっきりと。で、あの、最終的にこのドアの、一番、僕なんかもそうなんですけど、あの、この室内から、ドアのハッチに配線を持ってくるときですね。はい、そうです。まあ、今回の多分こっちですかね。そうです。そうですよね。そうです。ここを外して、この裏からこう、配線を通しているっていう感じになりますよね。本田が厄介なのは、ここの裏の鉄板が二重になってるんで、はいはいはい、ただピッと配線同士を出したらこっちに通るわけじゃないんです。ああ、そうですね。一回天井を落として、うんうんうん、あの、通るラインを確認して通してるので、はいはい、そこがちょっとステップは難しいかな。そうですね。ノアボックとかの方が、うんうん、結構簡単に通る傾向があります。なるほどですね。はい、わかりました。まあ結構ですね、ドライブレコーダー取り付けられ、自分で取り付けすることはもちろんできるんですけれども、なかなかですね、やはりまあ、吉丸さんなんか特に現場の、まあ、毎日のようにドライブレコーダーの取り付けをね、やはりお客さんから受注をもらって、取り付けをされてるということで、やっぱりドライブレコーダー取り付けるのがよくわからんとか、めんどくさいとか、まあ、そういうことを思ってらっしゃる方もすごく多いと思うんですけれども、はい、まあ、吉丸さん、まあ、先ほどもね、冒頭でもお話ししたんですけれども、まあ、これだけのですね、まあ、お仕事をですね、だいたいまあ、2万円切る価格帯で。そうですね。国産車である。会社だともちろんかかります。はい。まあ、作業をね、していただけるということですので、まあ、ぜひですね、PRO1、非常に、ステップワゴンにもですね、はい、ぴったりと、こう、しっくりくる。ここに入るんで、はい、まあ、リアカメラがこれ、ここに、こういう風に入れられるやつは、うんうん、今のところプロワンしかないので、そうですよね。まあ、そういう意味では、もうこれ一択なのかなと思います。うんうん、そうですね。はい。ということでですね、今回こちらの、MDR のですね、PRO1 ご紹介と、あとやはり製品のね、ご紹介だけですとね、いや、なかなか今度取り付けがどうなのっていう話もあると思いますので、まあ、取り付けの方ですね、やはり困ってらっしゃる方はですね、ぜひ、関東圏の方、関西でも大丈夫です。関西でもはい、出張していただけるということなので。ぜひですね、取り付けの方もですね、含めて、ご依頼されたいという方はですね、概要欄の方、ぜひご確認いただければと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。はい、ありがとうございます。